始まるんだよな。はい、おつ。今日来たのは赤羽駅中新郎新婦二人が出会った思い出の地、名店シャリーンよ。いざ入店からのいざ着丼、つけ麺チャーシュー、味玉トッピング、艶やかな麺をつけ汁ドボンと、天空まで引き上げずーずっと、もういちょずーずっと、まだまだずーずっと、うめんだよんな。はい、学生からの、はい、経連からの、はい、商店。今日は一人じゃねえんだ、新郎の友人がずーずっと。はい、学生、まだまだいるぜ、新郎の友達。このサプライズを依頼してきたカルベちゃん、麺をずーずっと。フリーズしてない？はい、学生。ぎこちねえな、バカ誰がめ。ラストはスープあり、二人の思い出の味。はい、ごちそうさん、改めて。たくやくん、さきちゃん、ご結婚おめでとうね。たくやくん、さきちゃん、これからも末永くお幸せに。たくやくん、さきちゃん泣かせんじゃねえぞ、バカ誰がめ。おめでとうね。はい、おつー。さ、つうことでね、今流れた映像、何のこっちかわかんないと思うんだけども、うん。今日はね、結婚式、ダブルサプライズ企画です。未だにわかんないよね。説明するとね、まあ、ある日ね、一通のメールが来たわけよ、リスナーから。うん。僕の友達もヨウちゃんのことが好きですと。で、そのね、友達が今度、結婚式をする。新郎新婦、どっちもリスナーなんだってよ。うん。でね、その結婚式で、ヨウちゃんのサプライズムービー、なんか一言添えたサプライズムービーを撮っていただけませんか？そんなのやるに決まってんじゃんよ。めでたいじゃんよ。でね、さっき流れたのが、サプライズムービー。で、そんなもんで終わんないのがヨウちゃんスタイル。でね、結婚式は無事終わります。控え室飛び込んじゃおうじゃないのって企画でございますよ。結婚式でサプライズムービーが流れる一部始終と突撃のダブルサプライズ、今からどうぞご覧ください。スペシャルゲストってお前めちゃくちゃハードル上がってんじゃねえかお前よ。おいリアクションよ。コンビ組んでるから嬉しいねこれね。このお兄ちゃん興味ないね。いいんだいいんだよこのお兄ちゃんはよ。大成功じゃないこれ。お兄ちゃんちょっと手持ってくれよ。全然興味ねえんだから。お手洗いですか？お手洗い。あなたがバレるとこってお前よ。はいおつー。ご結婚おめでとうね。おつおめでとうございます。すごくない？びっくりした。あの最初嫌いだったけどめっちゃ好き。めっちゃ多いの俺。嫌いな日が調味しかかった。めっちゃそうそうそう。バカ野郎。いらねえじゃねえかそれ。今このタイミングで来たくなかった。やめてもらえ。嫌いタイプあんまり見てるから中毒性ありますよ。なるほどね。見てるとね、受け入れざるを得ないみたいな、刷り込まれてきちゃって。確かに。でも2人の思い出の味美味しかったですよ。本当ですか？めちゃくちゃごめんだよな。ごめんだよな。反応薄い。こいつ反応薄い。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、朝日くん。ちょっとお子さんをちょっと笑わせる何かしら。そうですね。次元をちょっとさ、はい、ね、はい、トビさん。僕あの芸名トラックって言って、皆さんに幸せを運ぶぜ、イエーイ。はい、チーズ。二人とも無力だったね。またね。バイバイ。最後振ってくれたって。ダブルサプライズ一旦ね大成功でございます。これで終了。
終了です。皆さんいつもご視聴サンキューよ。いや、もう一度もう一回撮り直そう。